皆さんこんにちは、増田和樹13歳です。今回僕はニールセンの交響曲第2番4つの記述作品16より第1楽章を演奏します。人間の持つ4つの記述のうち第1楽章では短気で移り気な反面、失敗を恐れず前向きでエネルギッシュな記述を表現しています。その魅力が伝わるよう心を込めて演奏したいと思います。